島県南相馬市。ここは現在市の半分以上が屋内退避地区になっています。約7万人の住民のうち現在8割の住民が屋内退避地区に住んでいます。その中には寝たきりや一人暮らしの老人、配給の情報を知らない人も多くいます。その方たちへ物資の配達、安否確認など毎日一軒一軒家を訪問している団体がありました。ここでは屋内退避地区の中で援護が必要な住民の物資供給、安否確認、物資の受付、仕分け、配給などを行っています。今現状のこの屋内退避という環境の中で、普通のボランティアセンターの活動ではない、状況なんですけども、まあ、その中で県外から、たくさんの方が、まあ、ボランティアの、まあ、3分の1ぐらいの方が来ていただいて、まあ、そしてその中で、まあ、県外の方がまた中心になってですね、このボランティアセンターの方を運営していただいているんですけれども、皆さんがですね、自分たちで組織を立ち上げて、組織の反対性とかを構築していってですね、自分たちで考えて自分たちで運営をしているということに関してですね、非常に素晴らしいことだなと思っています。この原発問題がやっぱりまだ目処が立ってないっていうこともあり、長期にわたるっていうことで、食料もそうなんですけれども心のケアの方も重要になっていくと思います。精神保健福祉とか介護福祉の方もそうですけど、臨床心理士の方とかそういう専門家の方も来ていただいて、心のケアの方を支援していかないといけないと思います。はい、今本当にボランティアを、やってる人たちが、まあ、南相馬もいますけど、半分以上はもう県外の、県外というか南相馬以外の人に支えられている状況です。だから、まあ、県外の人たちがこれだけここに来てるってことは、要は自分の、まあ、放射線が値が低いとはいえ通常の状態ではない中でも、南相馬以外から来ている人たちのことを考えれば、南相馬に住んでいる人たちっていうのはそういうような状況を考えればどんどん戻ってきて自分たちのこうコミュニティを復活させていかないと、本当にチリジリになってる状況なので、南相馬が全然もう復興できないような状況になるかもしれない。だからもしこの私の声を聞いてるんだったら、本当に勇気を持って戻ってきてもらいたいし、あと、やっぱりインフラとか、商店街の人たちは、もう実際人戻ってきたのは事実なので、それを踏まえ、本当に勇気を持って、営業再開してもらいたいなって本当に思います。それを私はもう言いたくてずっと南相馬にいます。今までヘルパーさんが週3回も4日も来てくれる方たちが、突然誰もお手伝いの方もいらっしゃらない中、缶詰一つ開けるのも大変なんだ、手痛くてということも聞いたときに、では私たちがやっぱりできることというのは、物を運ぶだけではなく、その生活の助けをできることではないのかなと思いまして、そういった物資一つ一つじゃあ手をかけていきましょうと、はい、毎日毎日必ず行けるのか、そうではないんです。というのは県外のボランティアの方たちが回ってくれてますので、道もわからない、
ましてや地名もちょっと読みづらかったりとかして、そういう中を回ってますので、1日本当に10件とか20件回ってるんですね。だけどこれから長期化して続けていきたいものですから、できましたらまとめてドーンという避難所の送るその1種類のものを1コンポではなく、定期的に、必要なものを小分けでも結構です、その少量でも結構です、いただければ私どもの方で考えて小分けなり何なりしてお宅の方に持っていくっていうことをしたいと思います。おじいちゃんおばあちゃんがもう普段使うもの、例えば昨日も老眼鏡って言われたんですね。だからそういう一つ一つ多様多種なものを定期的にいただければ一番嬉しいと思ってます。僕は、まあ、作業ボランティアの現場いくつか行ったことあるんですけど、大体もうボランティアコーディネーターの人がいて、組織がある程度できて、でそういうところでボランティアをしてましたので、当然ここも、17日目ですかね、震災から、かなり時間も経ってましたので、当然そういうものが出来上がってると思ってきたんですけど、全く何もなくて、そういう人も一人いたんですけど、すぐ帰っちゃって、あの方がどうしたんだなって感じなんですけど、それがちょっと本当もうびっくりです。災害とか震災とか、っていうのがあった時に、社会的なその、弱者っていうんですかね、そういう方が結構こう被害って言いますかね、もちろん津波に浸られて、亡くなった方もたくさんいらっしゃるんですけど、なかなかこう報道もそんなに多くされてないんですけど、僕らがこう関わってるような仕事の方がもっといらっしゃるんじゃないかなっていうのを感じました。そういった方々もやっぱり本当に瓦礫のああいったなんか津波の流れる惨状だけをこう何度も何度も放送するんじゃなくて、実際に現場でどうなっているか、どういう方たちがいるかっていうのも、もっとメディアの人は発信すべきじゃないかなっていうふうには感じました。じゃあ始めましょうか。ね。はい。ここでは毎日朝と夕方にミーティングを行って情報を共有しています。このボランティアセンターを取りまとめているのが横浜から来た河野さんです。人の行かないところに行って、孤立している人たちを助けたいという気持ちでやってきたんで、その頃はただやっぱり何も物もなければ人もいなくて、効率の悪いことをやっている中で、とりあえず一番効率のいいことをやるということで、まず小野田君が、人の管理をしてたんで、僕は物の管理をしようと思って、物資をただ乱雑にそこに持ってきたものが置いてあっただけのものを、きれいにその倉庫の中仕分けをして、ジャンルごとに仕分けの表を作って、でそこそれぞれに仕分けをして、そうなってどんどんシステムが固まってくると、今度はじゃあ、どうやって組織的に動いていくことかってことが重要になるんで、で幸いもう僕がやってきた今までの仕事が、人をディレクションして、たりすることだったりするんで、それをねボランティア初めてやりましたけど、その自分の今まで培ってた経験を生かしながら、それぞれ熱い思いで来てるスタッフがいっぱいいるんで、彼らがやっぱり自由に、動けることが、この被災者のため、物資だったり人に会うこと触れ合うことに待ってる人たちのためになると思ったんで、とにかく最初は、後方支援のずっとやってきた。普通に綺麗な空だし、夜も見上げればやっぱ星空が広がってるんですよね。ここはなんかそんな人が寄りつかないような場所じゃないんで、早くその屋内退避のその命令を解除してもらって、その地元の人もそうだし、お店を閉めてる大きな企業もそうだし、マスコミの方もそうだし、入ってきてもらって実情をね伝えてほしい。疲弊しているそんな街じゃないんですよね全然。
だからもうどん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 やっぱ帰ってきてるんで、なんかそんなあの悲劇のなんか街ではないんで、ね、もうどんどん次のフェーズに、あの復興のねフェーズに変わってきてるんで、みんなで企業も個人も、地元の下人、あとはやっぱり周りもどん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 協力して、新しいやはりこの南相馬という町を盛り上げていっていただければなと、そう思います。市長の YouTube とかを見てですね、本当に困ってるんだなっていうのを、感じていただいてですね、こちらに来ていただいてますので、まあ、非常に、県外から、熱い気持ちで、参加していただいてますので、本当にありがたいと、感じています。